今日はギターマガジンの企画でですね、はい、稲村ヶ崎の鎌倉ですね、はい、カフェ、リチャード・ル・ブーランジェに来ています。めちゃくちゃいい、すごいいい雰囲気、めちゃめちゃ、ね、いい雰囲気で、これもう海すぐそこですよ。はあ、岩崎君はよく、これね、何回か来たことがあって、今回ここで初めて、うん、初めて、めちゃめちゃ、まだ朝ですけどね何気にでもまたこういう、なんか、はい、あのいい機会をいただいて、はい、今日はなんかあの2人でこうワンポイントレッスンみたいなことができればいいなと思ってですね、はい、まあ、カズマ君とまた演奏しながら、うん、短い時間ですけど、ぜひとも楽しんでもらえればいいかなと思います。課題曲みたいな、こうコード進行とかなんか簡単なやつがいいよね。そうですね、あの誰でも知ってるような、うん、どうしましょうか。なんか僕らの中の、うん、インスパイアドギターデュオのアルバムに入ってる中で、こう簡単なコードをリフレインして、うんうん、でアドリブをこう取れるようなコード進行をちょっと探してみたんだけども。なるほど、じゃあちょっとアルバムを聴いてくれてる人はもしかするとこれかって分かるそうそうそう、すぐ分かるかもしれないって、うん、なるほどなるほど。なんでこういう、うんうん、E マイナーと、うんうん、D メジャー、うんうん、C メジャー、 D メジャーっていう、でこのコード進行で、まあ、テンポはこういうアルバム聴いてる人はちょっとすぐ確かになんだか分かるんだけど、まあでもこの簡単な E マイナー、 D、C、Dこの中でどんなアドリブが取れるかっていうのを、例えば誰でも知ってるこうペンタトニックとか、やっぱこういうこういうペンタトニックってやっぱみんな大好きというか、やっぱギターっぽいというか、ね、うん、すごいなんかの、うん、でも例えば同じペンタトニックでも、例えばこういう使い方をすると、ちょっとこうヨドっていうかペンタトニックのこの形を見て、うん、このこういう3音ずついくと、うんうん、あとなんかこういう同じ形でこうこう半音ずつこうちょっとハモらせたりとかして、あとなんかブルーノートのところにこうこれちょっとこうまあいろんなこういう方法でこう、まあ、ペンタトニックだけでも、うん、あとこういう。ちょっとこうタタッとカカクンみたいな感じで、ちょっとこう民族楽器みたく、うん、リズミックな、うん、みたいな感じで弾いたりとか、まあ、それだけでこうペンタトニックだけでもまあ十分、うん、こういろんなアプローチができるっていう。カズマ君の、うん、
そのギターは、このギターは、これはね、越前ギターの2015年。あ、2015年だ、うん、これは杉でしょ。これはね、詳しくはね、ビルダーの越前さんに聞かないとわかんないですけど、でも、うん、杉でなんかね、レッドシダーって結構なんかちょっと珍しいやつを選んできてくれたっていう話は、なんか一応僕のその音楽に合うんじゃないかっていうことで、うん、この木を選んでくれたって嬉しかったです ね、うん、なんかインディアンね、にまつわる、あのインディアンの方々にまつわる木なんだっていうことは聞いてるんですけどね、僕のも越前ギターで、うん、何年のやつですか。すごい、これもうボロボロになっちゃったんだけど、僕のね、2014年、実は。あ、じゃあもう、1年違いの。で、これも杉で、まあでも本当にこのギターも、うん、ね、原因はやっぱりちょっと潮風に当てちゃったから、いろんなところで食べ物切っていきすぎて。あ、でもそれはそれで物語があって。で、そのために越前君のとこ持ってって、うん、うまく調整してもらって、で、最終的に、この、あの木のピックガードをつけてもらって、うんうんうん、でなんかその割となんか常にこう旅から帰ってくるとメンテ出してっていうことを繰り返してたら、もう本当にこう、まあ、塩焼けだったり、まあ、塗装がこれほらシェラックだから、うんうん、やっぱりこう塩焼けしちゃうんだって。なるほど。でそれをまた一回剥がしての塗っての繰り返してたらこんなになっちゃって、でももう本当になんかそれは結構その演奏のこの後、うん、もうあると思う。あるともう一、うん、ね、この結構傷の引き方、そう割となんかこういう演奏してたから、うんうんうん、こういうピックガードがついているのがね、うん、すごいこう両方にピックガードついて、ちょっとフラメンコのチック、そう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 、なというかフラメンコ的なピックガードの貼り方でもありますよね。そうそう、一時期そういう結構アプローチしてたから、なるほどなるほど、割とこういうね、なんか最近はあんまりそういうアプローチもしてないけど、でもなんかこれがまたなんかいい音になってきて、うん、なるほど、うん、ちなみに弦は和真くんとダダリオのね、フォロアルテ、うんうんうん、多分一番手に入りやすいやつだと思うんですけど、うんうん、まあ理由は本当に手に入りやすい確かにどこでも行っても買えるし、そうで、これはまあ結構ありがたくて、例えばツアーとか行って、うん、まあ、大体いつも持っていくけれども、まあそのあって言っても手に入るっていう、なくなった時に、ね、その安心感もまあ実はあったりもするんですけど、ね、楽器屋さん行くと大体置いてあるから。そうですね。でもすごくやっぱり業界スタンダードと言われているだけあって、うんうん、多分安定感あるじゃないですか。まあ、他の弦とそこまで、僕前はねサバレスの弦を使ってたんですけど、うんうんうん、で研磨の弦が使ってて、でも研磨するのをちょっとくすんだ感じがちょっと好きだったんですけど、ああその、うん、高音源ね、そうがちょっと研磨して、はい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 、で以前は使ってたんですけど、なぜかそれも近年使わなくなって、うん、でもまあ今はこれに落ち着いて、もうその本当に、ああそっかそっか、それとも、うん、やっぱりいいっすよね、なんかその程よいいろんなバランスがこういいというか、うん、なんか、うん、まあ、もしかするといろいろ知らないだけで、うんうんうん、いろんな弦を使ってると、ああ これにしようって出てくるのかもしれないね今後、うんうんうん、でも今のところはそこまで例えばほらこの高音弦はこうとか、うんうん、低音弦はこうみたいな、これセット変えれたりとかするしたりとか、うんうんうん、いろんな、ね、手に入りにくいやつをセットアップする人もいるけど、陽介君でもどっちかというとそういう感じですか。僕はね結構散々試して、はい、まあ、このギターに一番合うのが僕ラベラのブラックナイロンの、うん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 、でしかもそのここがなんかこうフラットワウンドみたくなってるツルツルの弦で、あフラットワウンド、うん、だからキュッキュッってあんま言わないっていうか、でそのなんか割とやっぱりジャズギター、僕もエレキ弾く時もフラットワウンド弦使ってるから、うん、なんか割とこうなんかいわゆるクラシック的なナイロンのサウンドを求めるっていうよりは、このなんかこのベースラインのこのこういうまろやかさだったり、こういうなんかちょっとゴムっぽい感じっていうか、そういう柔らかい
それはブラックナイロンとの相性もいいっていう。そうそうそう、ね、この、うん、やっぱり楽器がなんかこう年月経ってきて低音がこうすごい鳴るようになってきたから、うんうんうん、余計にキラキラする弦を張るのよりはこっちこういうちょっとなんかあのちょっと下の方でズドーンってこうなんかあの行くようなキラキラはしないんだけど、うん、ああいうでもなんかその音がすごい気に入ってて、そのブラックナイロンはどういう特性がある、うん、この下の弦のブラックナイロンは立ち上がりがいいけども、うん、やっぱりなんか僕的なよくなんかブライトだとは言うんだけど僕的にはすごくなんかまろやかな感じがして、なんか立ち上がりはいいんだけど、なんかちょっとこうなんか重心が低いというか、うんうんうん、なんかそういう響きがするから全体的になんかちょっとこう普通の弦を張るとこうキラキラしてるのがもうちょっとこう全体的に落ち着くというか、うんうん、なんかその感じが自分にすごい合ってて、自分になんかその感じがこうちょっとなんか中音域が豊かな感じになるから、うん、ラベラの 900B かな、うん、僕ねほっとね、うん、その、まあ、このコーナー作るのもそれだけで1時間ぐらいいっちゃうぐらい、うん、もういろんな弦全部試して、ラベラも試して、花バッハとか、うんうんうん、サファレスもカンティーガから、うんでラベラもいっぱい種類あるから427とか2001とか、うんうんうん、全部もう一時期もマニアみたく弦を変えてて、なるほど、うん、でもやっぱり、うん、なんかこの 900B に今はあやっぱり自分のそのスタイルにこうなんか一番フィットしたものが結局落ち着くというか、いやいやもうじゃあ、まあ、越前ギターでね、またお互い同じギターで音色がやっぱり違うっていうのも面白いところだなっていう、うんうん、またあのねまたどんな音色に変わっていくのかも楽しみですね今後ね、うんうんうん、ので次はじゃあちょっとカズマ君にバトンタッチしたいなと、なるほどなるほどどんなアプローチが、でも今のやっぱりペンタトニックはもちろんすごい、うん、はい、やっぱかっこいいなと思うし、なんかこう例えば同じペンタトニックでも自分もすごくね、やっぱりこうなんか歌わせたい、メロディーがなんかどんなフレーズをなんかメロディックに聞きたいなってあるから、やっぱすごいこういうすごいメロディックに弾けるから、でそれになんかやっぱりこうハーモニーそういうプラスアルファこう、ああなるほど6度、うんそうですね、ナイス、それでちょっとこうもうちょっと例えば次は例えばね、例えば7度、すごく好きなメロディックですごく好きで、好きで、うん、こういうこう混ぜてインターバルで、インターバル、しかももうちょっと近い音でちょっとぶつかるとかこう入れてで、そうこう自分が何かこう歌える、うん、それに例えばさらにこう、ちょっとリズミック、ちょっとこうあの、うん、トライドのハーモニーでなんかこう動いたりするのすごいメロディックです、うん、なんかメロディックで好きだなと思うし、例えばハーモニーでもとかちょっとこうハーモニーメロディなんかハーモニーの流れをちょっと入れてみたりとか、そうそうじゃそうそう。なんかありますか、要するにちょっと確かにここ今ちょっと引っ掛けてよ、うん、こういう流れをまあそのうん、今のあの
この本当は D メジャーなんだけど、ちょっとこの D ミニ C をこう勝手に入れたりとか、うんうん、ただ自分も例えばさっきと同じアイデアで例えばで、とこうなる。例えばこう、こういうなんかちょっとリズムが リズミックの感じのアイデア、こういうちょっとスイングの、あこれを勝手にこのリズムをなんか入れちゃうみたいな。ちょっとさ遊んでみたりするやつ、みたいな、あのいろんなアイデアをこうお互い出し合って、まあ、こういうシンプルな単純なコード進行でこういろいろ遊ぶというアイデア、まあ、うん、今さっき出たのはペンタトニックから始まって、うん、なんかちょっとインターバルっぽいのもあったし、ってなんかリズムもあったり、リズムがあってハーモニーでこうアルペジオ、うんうん、みたいなのもあったし、あとのちょっとしたその代理コードでこの B7 を入れるっていう、この B7 のまあフラット9とか、まあ、ディミニッシュというかで Em7 にこうアプローチするようなこのものをこう買って入れたりとか、まあ本当になんかもうこれはまあ本当氷山の一角という感じで、ここからまたいろいろなものがあるんですけど、まあ、そういうのもまた含めて、まあ、ライブ見てもらえたら結構面白いかなって思いつつ、確かにどんな結構曲をあの演奏して、まあ、曲と、ね、その、うん、あの即興部分も結構たくさんね、うんうん、ありますから、あの、うん、やっぱこうやってギター2人でこう練習するのってすごくやっぱりぜひ皆さんにもやってもらいたいたいというか、うんうんうん、やっぱこうやってお互い違うアプローチで、うん、やっぱ僕は僕のこう得てきたこと で、うん、でカズマ君はカズマ君の中でこう得てきたことっていうのをお互いこうやると、やっぱりデュオってやっぱ、あ、なるほどカズマ君こういうアプローチもあるんだっていうのをこう自分なりに取り込んでみたりとか、なるほどなるほど、やっぱそういうことがこうギタリスト同士だとやっぱ本当こう遊び感覚でできるというか、だから影響をこう与え合いながら、ね、うんうん、だから今みたいな感じでもやっぱりこうやって遊んでる感じでギター弾けるっていうのが一番こう上達にこうなんていうんですか、こう近くなっていくというか、なるほど、なるほど、なんかこう家でこう練習して、これでも2人でやるときってもう純粋に練習したことをやるっていうか、純粋に楽しむことで、うん、こう湧き出てくるものをこうシェアし合って、上達していくみたいな、だからぜひともね、こうやっぱりギターリストの一人で弾いてる方こう、ね、友達見つけたりとかしてセッションしたりするっていうのも、まあ、こういうアドリブを鍛えるには一番いい方法かなと。なるほど、うん、しかもギターっていう楽器のね、うん、一応もしかすると最大のそうそうそう、あのこうプッて持ち運べる部屋でそう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 できるっていう、ね、どこでも演奏できる、できるっていうのの、まあ、なんていうかメリットっていうか、ね、楽しさの
最大のね、いいところなのかもしれないですけど、うん、そうそうそう、うん、でしかも一人ソロやってると一人バッキングするから、確かに全部ベースラインとか全部弾かなきゃいけないから、うんうんうん、そういう意味でもやっぱりギターデュオっていうのはやっぱりなんかぜひともトライしてもらいたいなと。なるほど。11月4日に、インスパイアドギターデュオのライブが決まってます。実ははい、はい、場所ですね、渋谷デュオ、デュオミュージックエクスチェンジ。デュオはね、はい、実はあれなんですよ、僕あのできたばっかりの時に、うん、ほうほう、あの初めて日本人でデュオをやったアーティストなんですよ。あ、そうなんですね。そう、それいつぐらいですか。2004年。2004年にデュオじゃできて、それいわゆるコケラ落としみたいなやつですか。あ、そのもともとジャミロクワイがプロデュースでデュオができて、うんうん、でもともとガイタレをやってて、うんうん、で日本人のミュージシャンをやろうってした第一弾が僕だったんです。あ、そう、そう、あ、じゃあめちゃくちゃもうあのなんていうかゆかりが。でもそんな回数は出てないんだけど、まあ、数えるぐらいしか出てないんだけど、うん、でもやっぱりなんかやっぱ思い出の地で、あのできたばっかりの時に出演した時のなんていうかその新しいものができたぞ感が、熱気みたいなやつですか。熱気のがすごかったなと思って。カズマ君だってちょこちょこね、デュオは、デュオはめちゃくちゃ、もうデュオでビッグバンドをやらせてもらったこともありますし、そうかそうかそうか、イベントでね、うん、あのそのデュオがやってるこういろんな人が出るイベントに出させてもらったこともあるし、あ、もういろんな僕もね、そう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 、なんかそう、あのレイ・バービーマトソン2のオープニングやらせてもらったりとか、なんかいろいろなんかそこにいい思い出だって、お互いにとって、そうで、しかも僕らのレコ発もデュオだったし、あれもそうです ね、うん、そうだから今回はまあこういう時期になっちゃって、あのまあ動員はするんですけど、うん、まあ3分の1ぐらいの収容人数 でしかもその配信をするという、多分はこのインスパイアードギターデュオにとっては初の配信です。初の配信で、うん、まあ、有観客配信という、うんうんうん、なのであの全国からこうあの11月4日見ることができます。でそのチケット先行で予約してくれた方にはそのいわゆるアフターのスペシャル、スペシャルなんていうんですか、スペシャルアフター、スペシャルアフター打ち上げじゃなくてなんかギターの企画の、はい、なんかそのこう特別セミナーでもないけど、うんうん、Q&A なのか何なのか、なんかスペシャルイベントにご招待するということになってますんで、んもしかすると今、うん、さっきみたいなあのことね話もギター弾いてみたりする可能性もあるんですかね、うん、いろんなね Q&A もありつつ、うん、それに答えたりもしつつ、まあ何があるかわかんないですけど、うん、まあ、そんなのもありつつ、ぜひともあのホームページの方チェックしてみてください。ぜひ、では皆さんにまたこう会場でなのか映像なのか分かりませんけども、でもここでお会いできてギターを楽しんでもらえたら嬉しいなと思ってます。インスパイアドギターディオ小島陽介でした。藤本和真でした。